台風7号は15日に和歌山県に上陸し、近畿地方を縦断しました。お盆休みを直撃する形となった台風7号の影響を振り返っていきましょう。台風7号の接近に伴って旅行や外出の予定を変更した人がどれくらいいたのかアンケートを行ったところ、台風が通過した近畿を中心に東海や北陸、中国、四国で予定を変更したと回答した人の割合が高い傾向となりました。また台風から遠く離れた関東や青森県でも変更したと回答した人の割合が2割を超えました。大雨による影響について伺ったところ、近畿や東海を中心に足首よりも高い位置まで冠水するなど報告が届きました。広範囲にわたる冠水被害の報告はなかったものの、山間部や都市部も含めて局地的には冠水が発生したことがわかります。強風の影響について調査したところ、紀伊半島東側の沿岸から伊勢湾周辺にかけてと大阪湾周辺で被害の報告が多くなりました。暴風が吹き荒れた沿岸部を中心に都市部でも倒木や家屋の一部破損などの被害が多く報告されました。8月は台風発生数が1年の中でも一番多くなる時期ですが、9月にかけてさらに強い台風の接近、上陸の可能性も考えられます。いざという時のための備えを万全にしておきましょう。最新のお天気や気温の情報はウェザーニュースのアプリから、またはウェザーニュースライブの YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチャンネル登録をしてお役立てください。